ばんは。めっちゃ欲しい。ありがとうございます。ニーハオニーハオ。ズーム当たった。あ、そっか、あれですね、当選のやつがもう来たみたいな、コメントがちょこちょこ来てましたね。そういえば、今日はですね、チャイボーグのメイクをしたんです。でもなんか結構お昼ぐらいにしたからちょっと撮れてるかもしれない。あー、ミラーボール来た一息つきながら人は人を思う。あ、ありがとうございましたこの曲が好きなんですぐ出てきちゃうんですけどね。自宅警備隊がカオス。お、今日のやつですか。なんでやろ、どんなことしたんやろ。めっちゃくるやん、ミラーボールありがとう。何歌ったらいいの。一息つきながら人はつながる。ありがとうございますこの曲長いからね、ワンフレーズずついけるわ。蒸し暑い、わかります。その歌じゃないか何この曲、パリピな歌なに NMB やったら。わろた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 ピーポー、どこの誰かの名前。ありがとうございますめっちゃ来るやん、なんて、なんや、まさかシンガポール、こんなとこ。ありがとうございましたむずい。あ、一息つくのはミラーボールのないところで、うまい、うまいですね何も着てないみたいに見える。あげとこう。最弱人狼って言われてるやん。ちょっと最近よくショールームをやっています。あの携帯がねおかしくなりました。今日はアンチュユウちゃんことにしようんでゲームしてる。え、何のゲーム。お、とわ、ありがとうございます。ほまれさん、黒板ちょっと今日忘れてたわ、ちょっと待ってね。よいしょ。もう我慢するのやめたいいよいいよ。まるさん、ありがとうございます。キュンです。キュンですっていうのが最近流行ってるらしいんです。知ってましたか皆さん。TikTok 見てたらね、みんなキュンですってやってるんですよ。お話し会当たった方いっぱい。嬉しいです。あのこの前の量産型メイクをお話し会でしてっていうコメントがすごい来てたんですけど、ちょっと悩むなんか握手会とかでそういう濃いメイクしたことないから、でも画面越しやったらいいかな、やってみましょうかね。
して。お、くまさんありがとうございます。あ、ショールームに超低遅延モードができたってなんかで見ましたね。私もウィリムカーさん、くまさんありがとうございます。なんかね、麻雀アプリとかいい感じになりそうですよね。位置のつく日なんで、あと6日後か11日に麻雀配信またするので、その時にね試したいですね、その超低遅延モード。キュン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 倒して、キュン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 倒れた、タタ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 タ、ありがとうございます。このフレーズが可愛くて覚えてました。スイッチの料理作るゲームしてた。スイッチいいな。スイッチ未だにね買ってないんですよ。そうなんです。でこの前本当に棚を DIY したってことを友達に言ったら、もうはよどうもりかいって言われました。リアルでしてもってるやんみたいな。同じくスイッチ欲しいね仲間。スイッチ2台あるしあげたい。欲しいです。でもね今ね持っちゃったらね、それに時間を費やしてしまう気がして、いいのか悪いのか、なんかねなんかしなきゃと思っちゃって、結局ゲームに集中できなさそうなんですよね。でも動物の森はあの64の時から、違う、ゲームキューブの頃からずっとやってて、あの地面がお金埋まってるとキラキラ光ったりとか、その DS になってからは一軒家なんですけど、ゲームキューブの頃は4人まで1つのゲームでできるんですけど、あの4つのね家がね住宅街みたいになっててね、その私兄弟いるんですけど、お兄ちゃんの家に入ったりとか、まあ、妹の家に入ったりとか、そういうのがもうそのゲームの中でできちゃうんですよ。そうゲームキューブからやってるのにさ、スイッチではやってない。なんかねなんかやらなっていう責任感もあるんですけどね。スイッチ買うなら新しいドライヤー買うかなっていう感じですね。ゲームキューブ知ってる方いますね。嬉しい嬉しいです。お父さんが頑張って貯めたお金全部パーにしてリセットさん登場。リセットさん懐かしい。めっちゃ怒られるやつやん。わあ、カエルありがとうございます。名古屋さんありがとう。ほんとジメジメしてますよね。でも雨は降らないみたいですね。今週いっぱいも雨は降らないって天気予報でやってました。ありがとうございます。これカエルです。イエイ、ありがとう。おいしょおいしょおいしょ。今日は特にこれ配信っていうのがないので、もう皆さんのコメントを読んで読んで読んで読みまくりたいと思うので、なんもういっぱいコメントをください。ストレート。
こんばんは、ひろふみさん、ありがとうございます、来てくれて。最近無双状態、私。そうですか、インスタよく上げてるからかな。やっぱりメイクちゃんとこだわってなんか更新するのってすごい喜んでもらえるから、なんかあいいことなんやなというか、ちゃんとしようと思いました。でももうやるのないです、チャイボーグして。オルちゃんはね結構前なんですよ、オルちゃんはもう根付いてるから、うーん、どうしようかな。でも今日チャイボーグの他にもう一つだけやってみたメイクがあったんですけど、またそれは明日載せようかなと思っています。教習所進んでる？頑張ってますよあんまり言ってないんですけど頑張ってます。この前はあのそうですね、確認あるじゃないですか、バックするときとか、あの右左ちゃんと確認とか先生にすごい言われました。あなたよく忘れるからそれちゃんとやってねみたいな、あはいすいませんって感じで頑張ってます。量産型好き、ありがとう、嬉しいです。だってしょうがないでしょ、まだ帰らないのって言われてごめん、そっけないリアクションして、ありがとうございますわあ、くまさんありがとう、チョコちゃんありがとうございます。かわいいねアイテム全部。この前高速入ってたら前の車がウィンカー、あーなるほどね、そうウィンカー出すタイミングとかも超難しいっていうか、ちょっと書いてます。はい、チョコちゃん、クマさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。うんかの運転怖そう。そうでしょ、ほんまに。あでも自分ではめっちゃうまいと思ってる下手な人がよく言うかもしれないですけど、あれ多分ねブレーキあのめっちゃ丁寧なんです。これはめっちゃ思うんですけど、もうねあのガクンってならないことをモットーにやってるんですよ。そうだからもう走ってて歩道の信号があのチカチカ鳴り出したら車の道路がまだ青でも私徐々にブレーキ踏み始めるんですよ。そうなんか一回それであの行こうと思ってスピード出してたら怒られたんです。そうそれであもうチカチカしたら絶対止まろうと思って、だからもうチカチカしてるの見えたら青でもちょっとずつブレーキ踏んで、そうまああの初心者マークもつけてるんで多分後ろの方もまあ初心者かみたいな感じになるじゃないですか、それで分かってくれると思って、そうカックンブレーキっていうんですか、めっちゃ優しいブレーキですからね私は。それだけはもうほんま自信持ってる。そう、あー縦列駐車が苦手だった。縦列駐車は確かに難しい、あの車内だったらできるんですけど、あれを実際やってくださいって言われたら多分できない10年ぐらい運転してないです。そういうものなんですね。
そう、あとね、私 SG クランク SG 道路がすごく得意です。お、15分経過しました。試験10回以上も落ちてそんなことある？いやいや、人のこと言ってられへんな。私も頑張りますね気をつけよう。そう、うかー、ありがとうございます。和牛さん、ねー、普通に走ってて一つすごい思ったのは、路中っていうんですか、あれを今まで気にしたことはなかったけど、あれってすごい大変なことなんだなって思いました。あれを見つけるたんびにサイン出して車線変更ちょっとして、でまたサイン出して戻すっていう行為があるじゃないですか。そうあれめっちゃむずいほんまに、だから必要を最低限にしましょうそう、ドーンとぶつかっていこう。絶対あかんやんニュースに乗りたくない、私。巻き込み確認忘れないでねめっちゃそれ言われるめっちゃそれ言われる。バイクとかですよね、ちゃんと見るようにしてます。すごいなんか共感してくれる人がいっぱいで嬉しい。学科も難しいですね。標識がむずいですね。すごい似てるのとかなんかややこしいの多いじゃないですか。それが間違いがちです。頑張ろうもうめっちゃ来るやん。何歌おう。絶滅の危機区の神少女よを守りたい。ありがとうございます。黒髪じゃないのにすいません。定期ミラーボール、ほんまミラーボールしてるん。誰ですか、ほんまれさん、ありがとう嬉しいんですけどね。そうなんです、頑張ります。また報告しますね。いい報告ができるときに頑張ります。黒髪に戻す予定ある？どうですか、黒髪みたいですか黒髪にしたらね、お肌が白く見えるんですよね。それを今日すごい思いました。私今明るくしてるからやっぱ小麦肌がすごく目立つ目立つんですよ。金吉さん船の免許すごいですよね。私もそう結構海好きなんで興味ありますね。この前かりんちゃんのショールームはミラーボールで2時間持ちましたすごっどうやったん、教えてよ。黒髪ボブ、おお黒髪ボブ懐かしいですね。
小麦肌最高、ありがとう小麦肌代表的なとこあるんで、私本当に夏女だから。黒髪も結構好評ですね。あ、お話し会当選しました、たかしっちさん、ありがとうございます、楽しみですモモネは歌わずに踊ってたで。あー、え、モモネがこの前私のね教えたプロテインバーを作ってくれてたんですよ。そう、ショールーム配信は見れてないんですけど、ショールームでやってくれてたらしくて、で、あのインスタのストーリーにあのふわふわになったのを載せてくれてて、そうで、あれね一回上から焼いたら側面を上にして、もう一回焼いたらカリッてするんですけど、そのままでもふわふわで美味しいんですけど、あ、それ言う忘れてたと思ってそうで、あの後に、あ、それ二度焼きすんねんみたいな感じでメッセージを送って、そしたら二度焼きしてくれたみたいで、そう、すごい上手に作ってましたね、すごいすごい。そう、でかい肌サブレ確かに、でもちょっと似てるかもしれないですね。そうそう、愛理さんとよく作ってたんですよ。愛理さんはふわふわ派だったんです、で私はカリカリ派だったんですよ。だから愛理さんが作ってくれるやつはふわふわで、私があげるやつはカリカリでっていうのをいつも交換してたんで、今のやったら愛理さんバージョンやでって言ってて、そうなんです。だから作って、皆さんもぜひね作ってみるときはふわふわも美味しいし、カリカリも美味しい。手作りレシピ？私の？プロテインバー買ったら170円ぐらい、結構高くないですか？プロテインバーって。私もね、あの薬局とかでよく買うんですよ。薬局は安いからコンビニとかより安くて、それでも結構ねするんですよね。だから作った方がお安いかなと思って大阪人の血がねそこで働きますね。そう、しかもさ、何が入ってるかとかも全部わかるじゃないですか。そう、最近も結構私もうね、ご飯は自分の分は自炊で作ってるんです。昼は8割ウィダーとプロテインバーです。なんかおにぎりとか作ってあげたいんですけど、おにぎりとか食べや。伝説のサメ釣りロケ、サメ釣りロケ、料理配信したことないです。料理配信はあのキッチン映す自信がないというか正直な話、あとそのスペースは家族の共有スペースじゃないですか。そうなんですよ、だからねちょっと加藤家のキッチン公開、別にそのめっちゃ汚いとかじゃないんですけど、そうないですね、まだしたことは。武田バーベキューさんの企画ね、私も出たいんですけどね。楽しそうですよね、バーベキュー。みんなで材料持ち寄ってとかしてましたよね。
昔ウーカに自炊するか相談したの懐かしい。あーラジオかな、覚えてるかも。おもちがプロテインバーについてツイートしたよ今かな。そうなんやアンチの後ろに弟通ってた、かわいい。アンチの弟みたい。え、得意な料理は得意な料理、ちょっと待ってくださいね。うーん、出てこないななんか鶏肝のからしマヨ和えがめっちゃ好きです可愛くない？居酒屋で出てきそうでしょ？ほんまにそうなんですよ。お、くまさんありがとうございます。ムーカメインの箱推しさん、ウェリムカーさん、渋いそう、ナミミの得意料理フルーチェ、かわいいナミミってほんまかわいいですよね。面白いしかわいいし。 NMB の公式 TikTok にゆうかちゃんいつ登場するかな。いつでしょうね。あのみんなめっちゃかわいく加工してたじゃないですか。私あんなんじゃないんですほんまに期待しないで待っててください。そう、どちらかというとダンス系ですね。かっこいい系で行きました。そうそう、暑いね、ジメジメするね。なんか質問ありますか？今日はもう質問鬼答えていくんで、コメントにいっぱいください。あ、昨日エアコンの掃除した。 I love you 今だけは悲しい歌なんでこの歌出てきたんやろ、わかんないみんな I love you だよっていうことです質問しかない、嬉しい。エアコンの掃除はね、今日してましたね。バレエ以外に踊りたいのある？バレエ以外に、私ジャズヒップホップというかガールズヒップホップ系のダンスをずっと習ってたので、そっち系受けたいですね。どちらかというとすごい女性らしいダンス。着付けはできるの？浴衣なら着れます。そう、あの一回東京の握手会で着ないといけないとか、着たくて浴衣だけ持って行って頑張って自分で来た時があったんですけど、その時にめっちゃ YouTube とかいろいろ見て覚えましたそう、結構最近じゃないか、去年は AKB さんの浴衣着たから、一昨年ぐらいかな。ウクレレやってる？やってますよ、ちょこちょこ。ウーカの妹さん芸能人で誰に似てる？
トトロのメイちゃんめっちゃ怒られそう。あ、でももう20歳なんですけどねメイちゃんを大きくしたバージョン。ゆうちゃんと最後に LINE したのいつかな。ゆうちゃんに私ずっと LINE してたんですよ。 LINE 続けようねって、この自粛期間寂しいからしようねって言ってたのに、あの何がきっかけやったかな、なんかダンサブルの話し合いをして了解みたいな、そんな感じでね話し合いと終わっちゃったんですよ。そう、あ、そう、ゆうちゃんが既読ぶっち、既読ぶっちですよ皆さん。悲しいでしょ。でまたそっからちょっとだけ LINE して終わりましたね。そうそうそう、夏の予定は、うーん、夏の予定はでももしさっき言ってたみたいに車を運転できるようになったらちょっとねどこか行ってみたいなとか思ったりします。既読ぶっちって言わない？そういうのよ。未読無視よりマシ。確かに私未読無視めっちゃやだ。絶対既読はつけてほしい。芸能人じゃないめいちゃん、確かに芸能人じゃないですね。誰やろな、めいちゃんです。ゆうちゃんが既読無視してるって言ってたいや無視してる、そっか言ってたんか、ほんならもういいわ。自粛解除してどこに外出した？妹のお祝いの時に家族でご飯行きましたね。それぐらいかな。ダンサブルの活動どうなるといいと思ってますか？とりあえずそのやるってなってたスプリングライブが今できてないので、それねめっちゃセットリストとかすごいこだわって作ってたんですよ。だからそれをまずして、もっとライブをしたいです。そう、ウェイクボード行く？ウェイクボード行けるかな。今年は去年ちょっとできるようになったので、せっかくやからね毎年というか、まあ、続けていきたいですけどね。めっちゃ筋肉痛なるからな、ほんまに。行けたら行きたいですね。綺麗な海でするのが夢です。どこやコメント。もうサマーライブになっちゃいますね。オータムライブってあんまなくないですか？あ、でも秋はいつも周年ライブか。今年中にねできたら、まあ、まずは健康にいましょう。そうですね、胎盤もあったからね。プルダックポックンミョン、あ、プルダックポックンミョンって言うんや、プルダックポックンミョンか言ってた、わかんなくなる。食べたことありますよ。韓国行った時に一回食べたんかな、韓国で買ったんかな、
食べたことあります。めっちゃ辛かった。もうあれすごいですね。調子乗ってあのタレ全部入れたんですよ。そうめっちゃ辛かった。辛いもの好きやと思ってたけど、なんか舐めてました、プレダックポックンミョン。でも私あのパラサイトっていう映画に出てたノグリとなんかの合わせ技みたいな食べ方やってみたいなと思ってまだやってないんです。でもカルディとか行ったら絶対韓国ラーメン見ちゃう。美味しいですよね。さやかさんとかももかさんの曲聞く？え、めっちゃ聴きますよ。ももかさんミュージックビデオがすごい、なんか引き込まれます。ブラックサンダー好きですか？ブラックサンダー大好き。あのほんまチョコ界でめっちゃ好きです。美味しいですよねブラックサンダー。ブラックサンダー北海道でホワイトブラックサンダー売ってるんですよ。こっちでも売ってるかな。それがめっちゃ美味しくて好きです。うーかちゃん化粧配信予定ないかな？ないです。多分美人百科の時に一回てか何回かやった気がする。朝にガチの化粧配信見てくれた方ありがとうございました。上野はるかさんのとこから星もらいに来ました。あーありがとうございます。髪の毛ピンクかわいい。インスタめっちゃ見てますよ。もっとがっつり量産してほしい。おー服装とかってことかな。髪型とか結構量産型が好評かも。可愛い系がやっぱいいんですかね。ウーカと人狼へって初日に追放したい。ほんまにやめて。ほんまに不憫です。不憫って言葉初めて言われたわ。ほんま不憫ですよ。握手会で印象に残りやすいのは顔、声、会話の内容、服装。なんやろう。やっぱり服装がすごい特徴的やったら覚えますね。なんやろう、なんですかね。会話の内容もでも印象に残りやすいかも。あ、こんなん言ってたなーとか不意に思い出したりとか、なんか公演のあの曲のここが好きみたいなすごい詳しく言ってくださったりする方がいたとしたら、なんかその公演のリハの時とか、あ、ここが好きって言ってたなーみたいな、もうちょっとアピってみようみたいな。結構だから具体的に言われるとすごく残りますね。そう、韓国料理で一番好きなものは、キンパじゃないですか。キンパめっちゃ美味しい。でもビビン麺も好きです。この前妹がビビン麺をお家で作ってくれたんですけど、すごい美味しかった。おじさん向けの5分くらいの体操動画優しいのお願い。優しい優しいって
どれぐらいやろ。シークレットタイム見てくれましたかね、ウーカメインの箱推しさん。シークレットタイム、あのダンサブルの YouTube に上がってるやつ、もしよかったら。ギター練習中なんだけど課題曲ちょうだい。なんやろ。でもやっぱりもう夏じゃないですか。ギター、あ、じゃあ初めての星、私がギターで初めて弾いた曲をぜひともお願いします。四国4県言えますか。香川、愛媛、高知、香川、高知、愛媛、広島？岡山じゃないし。あと一件出てけえへん。何やっけ？何やっけ？めっちゃコメント。徳島！徳島でした。言えませんでした。あ、チャパグリ。そう、コメントがどんどん上に行ってて、私めっちゃ話を遅れてる人みたいに。どこまで行ったっけ。さあ、やっぱブラックサンダーのホワイトめっちゃ美味しいって、めっちゃ来てる。美味しいですよね。グラビアの予定は？まあまあお楽しみに。チャパグリ、あ、コリアンタウンに売ってるんですね。なるほどなるほど。行ってみますね。山城沙和さんのウークがもう一回見たい。わあ、嬉しいな。でもそうやって言ってくれるの。仁義なき戦い、仁義なき戦いの舞台で、あの映画にすごいハマって全シリーズ見ました。かっこいいですね。そう、ポニテが見たい。確かに最近してないかも。髪の毛伸びたし、できそう。量産、地雷、いまいちわからん。あー、これめっちゃでも切れました。なんか地雷、どっちも男性アイドルの現場によく行ってる女の子たちのメイク方法らしいんですけど、地雷はどちらかというと、なんやろ、闇かわいいって感じ。私のすごいイメージでは、ブラックの服、黒の服とか着てクール系な感じですね。で、量産型はなんか逆に白っぽいふわふわっとした本当に女の子って感じの服装のタイプ。なんかそうで、お目目とかは泣き晴らした感じで、そのうるうるしてたか弱い感じみたいです。伝わったかな。でも結構メイクのこだわりとかすごいんです、調べてたら。あの涙袋強調させる方法とか、二重強調させる方法とか、すごいハイライトの塗り方とか、めっちゃ勉強になった。そう、それをやってるのをね、インスタに載せてみたので、ぜひ。もう
なんていうんですか、本物の方が見たらなめんなよって感じかもしれないけどですね、やってみたんで。だから黒っぽいと白っぽいで見分けたらいいかもしれないそうですね、簡単に言うと小池なさとくん、やっほーい、やっほーい。みかにゃんがうーかさん可愛いってモブベで言っとったで。え、何があったんみかなが、どうして、気になるわ。キャバイ、キャバイうーかも好きですね。キャバイ、人狼で人狼やったことある？ある、ある。 YNN さんであります。そう、リモートではないですね、まだ。実は少し美味しいと思ってる1日目追放。いやマジでほんまに私は最後まで残って推理もしたいし、なんならこの前占い師で、よし、やっとみんなの信頼を得て目立つ時が来たぞと。まあそのはしゃいでるのをね、ちょっと逆手に取られてしまいましたけども美味しい。大人数と少人数のアイドルグループの魅力は何だと思いますか？めっちゃ真面目なコメントありがとうございます、おったんさん。大人数は、そうですね、やっぱ万人受けするところと協力した時のパワーが半端ない。やっぱ一人 NMB とか特にこの子がこれやるってなると、みんなそれにすごい応援してくれるから、そういうね、仲間がいるっていう心強さはめっちゃありますよね。少人数はやっぱ一人一人にちゃんとスポットライトが当たったりとか、そういうのはいいなって思いますね。キャラもすごい確立するじゃないですか。でもどっちもいい。だってさっき歌ったな、これ。どうしようかな。ありがとうございます、さとまるさん。僕は無理をする、妥協はしない、冷ややかな目で。長くない？めっちゃ来てるやん。みんな喋ってんの飽きたんやろ絶対ね。え、僕らのユリカ発見したんだ、ずっと近くにいたのに初めての感情、優しさの稲妻が不意に胸に突き刺さる。こうちょっと待って、めっちゃ来てるやん絶対。あー、どうしよう、どうしようかな。一息つきながら人は人を思うあれが北川源氏だ、君はそっとつぶやいて僕の反応楽しんでる。Look at、 お前がだってだってあなたがいた、片思い中よりによってこんな状
タイミング、可愛い私で会いたかったのに。長いな。君はガフレーガフレー、僕のガフレー、ずっと大好きだったよ。胸の奥のラブコールにやっと答えてくれたんだね。チェチェチェレンチャ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 レンチャ、めっちゃ続くやん。あと何があったっけ。あ、終わった。ありがとうございました。ミラーボール好きですね皆さん。ミラーボールのギフト考えた人すごいですね。面白いですね。暑い。でもみんなお前変な流れ作ってごめんなさいってコメント今見つけたんですけど、すごい連携プレイ。 NMB ファンは強いよやってほんまに分かってますね。ノリがいっぱい。コメントありがとうございます。お話できて楽しかったです。ワンチームです確かに。戻ってきたら歌唱番組になってた。そうなんですよ。はい、ありがとうございます。ちょっとまたお肌に出来物が。そろそろ終わるでござります。おずまさん正解です。そう、涙の表面張力の B メロの膝の使い方が好きです。え、どこ膝すごいよく見てくれてますね。嬉しい。ちょっと涙の表面張力、涙の表面張力早くやりたい。神枝ちゃん元気？元気そうですね。この前も連絡取ってたけど。終わるのやだやだやだ。ありがとう。またやりますね。明日もできるかな。またやるので見てね。また来た。ギリギリさよならが言えないよ、強がって微笑んだ涙の流れがいする。ありがとうございました。じゃあランキングを読んでいきます最後ちょっとごまかしましたが、はい、13位サックスガエルさんありがとうございます。12位ミョウイさんありがとうございます。11位ノブさんありがとうございます。10位ガミさんありがとうございます。9位ソンワさんありがとうございます。8位ウーカメイム箱押しさんありがとうございます。7位ウーリムカーさんありがとうございます。6位ダン吉さんありがとうございます。5位豊さんありがとうございます。4位オレンジの新製品さんありがとうございます。3位名古屋さんありがとうございます。2位ホマレさんありがとうございます。1位チョコちゃんありがとう。今日も見てくれてありがとうございます。それではちょっとスクショをして私に
写真を送ってくれたら嬉しいです。スクショタイム、イエイ。今日はチャイボーグなのでシェイシェイ、お会いに。ハウツー撮れましたか。オッケー、あの写真送ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日もギフトとかいろいろありがとうございました。じゃあね、またね、ありがとうございます。おやすみな。